雲南、大理遠征は、二百五十三年から二百五十四年に、渡って、モンゴル帝国が大理国に対して行った、征服戦争。第四大皇帝の門家の地下に行われた、クビライの南西の一環として行われ、南西軍の総司令官でもあるクビライが指揮を取った。二百五十一年モンゴル帝国で、門家が即位すると門家政権は東西へのに、大遠征を企画し、 実定であるクビライとフレグを、それぞれ東アジア方面と西アジア方面への遠征の総司令官に任命した。東アジア遠征最大の目標である南宋侵攻を企画する上で、クビライは請求な決戦を避け長期戦に持ち込むことを考えていた。そのため、まず来議国を屈服させることで南宋を孤立させることを狙い、南宋侵攻の第一段階として、 大理遠征が決定された。クビライを中心とする遠征軍は、ドロンノールに本拠地を置き、1253年10月に、東、チベットを経由して大理への遠征を開始した。クビライらはモンゴル帝国軍伝統の三軍編成を取り、スブ隊のこのウリアン課題が、西寺を、チャクラとエジルがアズマジを、 そしてクビライ自身が中央路から南下して大理国に攻め込んだがその作戦は非常に困難なものとなった。雲南地方は多くの川、谷を持つ非常に複雑な地形である上、雲南の亜熱帯気候は寒冷な気候に育ったモンゴル兵を苦しめた。記録では河北から連れてきた40万頭の群馬はほとんどが失われ、兵士は8割近くが 薬病にかかり倒れたと言われる。大理国内の諸勢力もモンゴル帝国に抗戦するか、田舎で2敗に分かれ、マサウの豪族の麻生ア領などはいち早く教順の意を表して、モンゴル軍の金左衛のとかを助け、後にモンゴル帝国に霊校を支配する土師に任命された。ようやく首都の代理に到着したクビライは部下に殺戮を、 現金させた上で大理に対し降伏勧告を出し、1254年に大理国はモンゴル帝国に降伏した。当時の国王団教地は一旦混迷に逃亡した後に捕らえられたが、門家によって南昇以来のまからさの称号を与えられて、大理総監に任ぜられ、雲南西部の統治に関わり続けた。また、男子は旧大理国内で、 三軍と呼ばれる部隊を編成し、ベトナムへの侵攻やビルマのパガン王国との戦いにも、モンゴル軍の一部として参加することとなる。このように多大な犠牲を払って、雲南を征服したモンゴル軍であったが、当時雲南は、世界有数の金、銀の産地であったこと、また、南宋を攻める上で絶好の戦略的位置にあることなどから、軍事、経済を重視するモンゴル帝国にとって、 大理国の屈服はそれに見合うだけの意味を持った。一旦この地を制圧した後、クビライは副昇格であるウリアン課題に工事を委ね、1254年末には金蓮川に戻った。しかし、このクビライの慎重すぎる行動は、カーンの門家の疑惑を生みクビライは一時更迭されることとなる。1257年には、モンゴルのベトナム侵攻が始まった。また、 1238年に大民族の指導者のシー・インタラーティットがラボ王国からの独立を宣言していたが、この戦いで大族はモンゴル軍に協力し、1257年にスコータイ王国を1259年にラーンラー王国を建国した。しかし、1259年の長魚城の戦いの陣中でモンケが死去すると、 定位継承戦争が勃発し、クビライが勝利して、カーンとなった。一方クビライは大理国の地を諸子であるフゲチに与え、フゲチは二小王国のうちの一つ、ウンナの王国を形成し、モンゴル帝国に服属した。この支配は民によって滅ぼされるまで続いた。この戦いの結果、モンゴル帝国とパガン王国は国境を接するようになると、クビライは入港と侵入を求め死者を、 パガン王国に送った。しかし、モンゴル帝国が南宋との常用、繁盛の戦いで苦戦すると、1273年に、ナラティハッパテの命で、死者は斬殺され、モンゴル側に内通する、金馬族の粛清を始めた。これを口実に、モンゴルのビルマ信仰が始まった。雲南の地は、明、真の領有下に置かれ、中華帝国の領土の一部となったため、その意味で、 雲南の歴史においては非常に深い影響を残す遠征となった。ありがとうございます。